おはようございまっちょフォルテですシャキーン俺、本当は才能なかったんですっていうお話をね、していきたいなと思いまっちょ !4 月ということもあり、皆様新しい生活がスタートして、で、いろんなね、出会いがあり、少しね、考えさせられる時期かと思います。そんな僕がですね、今、こうやってピアニストとして活動してるんですけども、 小学校の時には、コンクールで全国大会なんて行ったことなく、はっきり言って才能がない子供だったんですね。だけれど、今は、こうして、ピアニスト活動ができてて、全国各地でリサイタルして、今月も東京と北海道でリサイタルして、来月も全国各地回ってっていうね、活動ができるようになった、もう変化について今日は話していきたいなと思いまっちょ。この動画はですよ、 今見てるあなたがもし才能があれば全く共感することはないと思いますので絶対見ないでください。まず僕は3歳からピアノを始めました。ピアノの先生をしてたフォルテマザーに手ほどきを受けピアノをスタートし毎日毎日たくさんの練習をしてました。朝起きてもピアノ、寝る前もピアノ、学校から帰ってもピアノっていうね、友達と遊ぶ回数も結構限られてて結構ピアノやってました。 そんな僕と母の目標がコンクールで全国大会に行くことだったんですね。とある大きいコンクールで。毎年コンクールを受けていました。しかし僕は全国大会に行ったことなく、はっきり言って全然努力が報われませんでした。正直めちゃくちゃ練習はするけれども、全然結果が出ず、僕も母親も途中で挫折しかけました。まあ結構ね、挫折して、 で、コンクールを小学校5年生ぐらいから受けなくなったんです。もうやっぱどうせ落ちるからっていう。だってコンクール参加料ももったいないし、交通費ももったいない、どうせ落ちるんだからって、おいっていう感じなんですけども、まあそんな感じでずっとやってました。でね、やっぱいろんな先生にアドバイスをもらいに行き、レッスンをしてもらったんですけども、小学校の時はもう鼻開くことはなかったんですよ、僕は。うん。練習はしてたけど。で、 まあ中学生ぐらいになると柔道部とかに入って少しずつピアノとの距離を置いていったんですけどもやっぱりピアノが諦められないっていうことでまあ高校でまたピアノを頑張り出したと。だけども中学生の間あんまりやってなかったから高校のねまあコンクールとかも全然賞をもらえずまあはっきり言ってねもうピアノ歴私は3歳からやってますので12、3年ですよ。いや !22、3年ですよ。うん22、3年やっててね えー、その、最初の15年間ぐらいは全く花開くことなく終わってたんですけども、とある先生にレッスンに行きました。そこから僕は、突然、開花したんですね。その、レッスンでは僕は、まあ、演奏をした時に先生から言われました。弾けてるんだけど、これじゃあ無,理無理だよ、無理だよって言って。なんかそんなことを言われて、僕はちょっとショックだったんです。僕の中では弾けてる曲だったんですけどもね。 練習の仕方が悪いと言われたんですね。ええー、と、僕からしたら派手なだったんです。そのレッスンで初めて言われたことが。練習の仕方が悪い。自分の音を聞いてないだろうと言われて、初めてそこで自分の音を聞くということを身につけたんですね。 今まで僕はたくさん練習はしてたんですけども自分の音を振り返らずにもう弾けるだけ弾いてたもういわゆる力技みたいな練習してていわゆる完成度を高めるわけではなくひたすら弾くトレーニングをしてたみたいな感じなんですよねだから弾き続けれる弾き続けるけども緻密な練習はしてないから全体的にはできてるけども雑なところが多いみたいな演奏だったんですね だから、コンクール全国大会とかも行けなかったんです。もう一日何十時間も弾てたから、指はたくさん動いたと。だけども、雑だった。練習を細かくしてなかったから、弾けてないところは弾き飛ばして、ポイッ。そして、そのままぐちゃぐちゃのまま最後まで弾き切って、疲れた、終わりみたいな感じの練習を一日何時間もやってたんですね。もう母親ははっきり言ってノータッチでした。大きくなると。だけど僕は、その弾けてないっていう事実に気づかず、 で、毎週習ってた先生からも弾けてないよって言われてたんですけども、やっぱ中二病だった僕は、いや、これこそ芸術だみたいなことを思ってて、もう弾けてないまま、進んでても先生もね、やっぱりもう弾けてない状態で毎週来られてしまうと、先生も言うことがないけども、まあとりあえず、レッスンが終わって、みたいな感じの生活をしてました。なぜかというと僕がピアノが嫌いにならないためです。やめないためです。だからそういう感じでずっとピアノを続けてたんですね。で、 高校生になってピアノコンクールとか受けてみたけど全然賞をもらえず。で、その先生に初めてその練習ができてない、耳が悪い、自分の音を聞いてないっていうことで耳が悪いっていうことを言われて、まぁ、あ、ちょっとショックを受け、そこからちゃんと緻密な練習を、というか練習法を教えてもらいました。今まで何度も何度も通す練習しかしてこなかったので、はっきり言って、まぁ、あ、雑でした。 だけどそこで初めて止まって練習。自分の音をゆっくり聞いて確認しながら練習っていうことをするようになったんですね。高校3年生で遅いだろうと思うかもしれないんですけども、ここから僕は怒涛のラッシュですよ。えー、その練習をし始めた僕はまず中四国の大会で優勝を果たす。いきなり。今まで予選通過、全国大会とかも行ったことなかった僕が、いきなり中四国のピアノのコンクールでまず優勝しました。高校3年生の時。 そこから、大学生に入って、ま、あコンクールを受けると、日本クラシック音楽コンクール、いわゆる音大生が受ける部門で、はっきり言って、ま、ああの、最高位をいただきました。パチ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 。緻密な練習をしだしたら。そして、いわゆるショパン国際コンクールインアジアっていうね、アジア大会でも、全国大会でもアジア大会でも、 金賞、ソリスト賞、いわゆる優勝ですね、させていただきました。それもね、もちろん音大生とかが受ける部門でしたので、周りには芸大生だったり、もう音大生だったり、特待生だったりっていう中がいる中で、えー、緻密な練習をしだした僕はいきなり優勝することができて、で、そこでうぬぼれた僕は、あこのままいけばピアニストになれるんじゃないかと、ずっと緻密な練習を続けて、続けて、続けて、今も続けて、より最高な演奏を届けれるようにと、毎日こういうね、 日々を送ってるわけですだから悲しい幼少期だったけれども諦めなくて初めて練習方法高校3年生の時に覚えていきなりコンクールとかで優勝とかができるなって今があるのでまあ皆様に何が伝えたいかというと緻密な練習が大事ですようん絶対にねでまあ僕はですね本当に自分の音を聞く練習をたくさんしました 僕がただ単にゆっくり弾くだけでは最初の頃の僕は自分の音を聞き返すことができなかったので録音をして何度も自分の演奏を聞き直したり今でもしますけどもねあとは本当に本当にゆっくり弾いたりとかあとは一生節ずつ確認しながら弾いたりとかもうそんなトレーニングをトレーニングをずっと高校3年生から大学生に会出してました で、まあ今では全国各地でまあ熱情を弾いたり、チャイコースキーピアノ競争曲を今年は弾いたりとか、去年はラフマニフピアノ競争曲を弾いたりとか、まあ本当にね、どんどんステップアップしてる最中なんですね。だからこそ僕はこの、いわゆる自分の人生、今僕がピアノ弾ける間は、まああの、自分の才能をより広げていくために、ピアノ弾きまくろうと思ってて、大学卒業してからは、まあいわゆるピアノの職業を 作ったっていう形なんですね。もし、幼少期、や、そして今、コンクールとかで賞が取れず悩んでる方、もしかしたら、まあ、才能はあったんかもしれません、僕も。それはもちろん今こうやって活動できてるし、弾けてるし、いわゆる努力の才能があったんかもしれない。耐えれる。 まあそういう才能はあったんですけども、今もしコンクールとか受けたりとかしてね、悩んでる方とか、やっぱ賞が入りたいなとか思ってる方は、やっぱ緻密な練習、いわゆる練習を見直してみるっていうのが大事かもしれませんね。というわけでね、まあフォルテくん、えー、幼少期全然コンクールとかで予選も受からなかった僕ちゃんが、コンクールで優勝しだして、そしてピアニストになれた振り返り動画でした。よかったらね、皆様、 自分の練習を振り返ってみてみください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございましたというわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたしますえー、リサイタル、4月からスタートして、全国各地でいろんな曲を弾きますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたしますというわけで、皆さん、バイバイ